フォトグラファーのトビと言います。 TOBI でトビです。よろしくお願いします。僕は2009年ぐらいからヨーロッパの方で、作品活動をしていて、まあ、主にフランスが中心にはなるんですけど、海外で自分の作品を、出して、作品表現をするという場を求めて今ヨーロッパの方を中心に動いています。日本では、普通の商業フォトグラファーとしていろんなものを撮っているんですが、普段仕事では撮れない、仕事にはならないものばっかりなので、作品自体はちょっとなかなか国内でなかなかないようなものが多かったんですけど、その時その時面白いと思ったりとか、まあ衝動だったりとか、自分の中にある何かぐしゃぐしゃしたものだったりとかを感じたら、その場ですぐシャッターを切ったり、自分のイメージを具現化して形に残すっていう作業をずっとしています。ヨーロッパギャラリーはどこだろう？パリのインビットビンギャラリーというところで3年ぐらい、やってるんですけど、その前にもともと僕フランスのアルルのフォトフェスティバルにポートフォリオレビューがあって、自分のブックと作品を持って行って、でまあその時にレビューをしていろんな人に見てもらって、でその時に、知り合ったフランス人の男の人が、トビと仕事がしたいのでお前フランスに来ないかっていうのが最初のきっかけですね。でその彼が、まあ、やっていた、なんだろう、マルシェ型の展示だったりとか、フランスだとよくあるんですけど、公園とかにテントを立てて、そこでギャラリーというか作家さんたちがそこで自分たちの展示をするという合同の展示会みたいなのがあったりとかして、そういうのに参加をする形になったのが最初の入り口です。でそれが3、4年続いて今のギャラリーの形に出会うまで、まあなんだろう、行ったり来たりしながら向こうで活動して、でまあパリ元のインビットインギャラリーの方で、まあ、3年ぐらいかな。で、まあ、今年からちょっと違うまた場を求めてヨーロッパの違う街に行こうかなと思ってるんですけど、そういったような活動をしております。じゃあ作品をお願いします。はい、作品はちょっと去年パリで発表した形のものにはなるんですけど、まあ、ポラロイドカメラの作品です。で、まあ、元々この SX70 というカメラをあのカメラのノミノイトで見つけまして、で、まあ、これで何かやりたいなと思いながらちょっと始めたんですけど、まあ、やっぱりこの SX70 のポラロイドってもともとのフィルム自体が今期限切れで、どこにも売っていない中古で期限切れで、まあ、ネットでちょこちょこたまに1箱2000円とか3000円ぐらいで売っているっていうのだったんですけど、たまたまネットオークションで段ボール1箱分、130箱1300枚ぐらいかな、それネットオークションでちょっと見つけて、でそれをまあ競り落とし、でまあちょっと作品をスタートさせたんですけど、基本的にこのポラロイドでやりたいことがいくつかあって、実際その期限切れのフィルムなのでムラが出たりピントが合わなかったり露出が合わなかったり映らなかったりする、でまあ不確実な可能性に満ちたフィルムというんですかね、表情も反応も全部フィルムによって違うし色が違うと、まあいわゆるコントロールできない部分ですね。でずっとデジタルとかで仕事をしていると、まあ、ある程度は知識があるので、だいたいコントロール通りに色も雰囲気もモデルさんの動きもコントロールできるんですけど、コントロールできないものとコントロールできるものを融合させて何か一つ新しい何かが生まれないかなと思って始めたのがこれです。で、もともと僕裸写真って言われるんですけど、裸の写真が多くて、で裸写真って僕の中でいうのはそのありのままの姿であったりとかそのままであるっていうことなので、基本何かこう役柄をつけて何かをしてください
ていうふうに取ることは少なくて、まあ、この場所で何かを感じたらそのまま動いてくださいとか、例えば部屋の中で鼻の頭が痒くなったら書いてくださいとか、そういうものをこうなんか話をしながらそのままでいてくださいっていう指示をします。なので何て言ったらいいの、ちょっと難しいんですけどね、言葉でその場の空気感を作るっていうものにちょっと重きを置いてやる。ちょっと難しいな、なんて説明したらいいんだろう。寂しくなれば寂しいものはそこで生まれるし、嬉しい時には嬉しい顔をするだろうと。なので被写体に対してこう嬉しい風にしてくださいとか、なんかそういう具体的な指示はなく、その場の空気感を作ってその時間を刻むっていうやり方をこの作品ではしました。ちょっと、ね、分かりにくいかもしれないですね。それで何を伝えたいんですかね。僕の中に伝えたいというよりは、この中の作品でいうとどちらかというと彼女たちの時間をもらっている、だからまあコミュニケーションなんですけど、比較的その対モデルと僕の関係性だったり、そこで時間を過ごしたものがどういうふうに見えていくんだろうっていうことをやってるのかな。なんだろう、この中ですごくやりたかったことが、ただの裸の写真でヌードの写真を撮るっていう形ではなくて、脱いでいくプロセスっていうのをずっと撮りたかったのかな。まあ彼女たちにはあんまり説明はしないんですけど、あのヌードを撮るというよりもヌードになるプロセスで、見せるつもりも、ないもの、無意識で無防備な姿というのかな、そういうものをなんかこう一枚のシーンとして捉えられた何か絵にできたら面白いなっていうのがあって、彼女たちにはうちに来てただ脱いで裸になってまた服を着てくださいっていう指示はしかしてないんですけど、僕の中ではなんかそういう無意識な状態を絵にして、一つの一枚の長く見られる瞬間にならないかなと思ってやってたんですよね。説明が難しい。コンセプトっていうと、まあそうだな、ありのままの時間ってなかなか難しいのかなと僕は思っていて、役者さんもモデルさんもそうなんだけど、その場所で何もしないでいてくださいっていうのでなかなか難しいだろうな、その何もしない素の状態を撮りたい、そこが僕の写真の撮り方というかコンセプトというか、なってたらいいのかな。指示は何もしないでくださいっていう指示なんですか。そうですね、何もしないでくださいという指示です。でも裸になるっていう指示をするんですよね。それもしないです。あ、しないです、はい、勝手に脱ぐの。はい、だから脱ぐタイミングも彼女たちが脱ぐタイミング。違うでも、あらかじめ脱ぐっていう指示はするってことですね。最初にうちのここの前で部屋に来て、服を脱いで、時間を過ごして服を着てくださいっていうだけの最初のコンセプトは伝えてます。まあそれがコンセプトなのかな。でその間別に特別何かをするわけでもなく、まあ普通の日常会話をしたり、まあなんだろう、脱いだ方がいいですかねっていう人もいれば、何も言わずおもむろに脱ぐ人もいるし、何も言わずそこでタバコを吸い始めたりとか、まあ本当に指示はそこでは何もないですね。そこに来たまんまの状態を撮ってるっていう感じかな。だから撮る時間自体はそんなに長くはないんですけど、撮る前に、まあ、例えばその脱いでいくまでの時間だったり、その服を着てどうにかしよう、なんか指示がないので彼女たちもどうしていいかわからないんですよね。その場の状態をただ無言でシャッター切り続けるっていうような感じ、完全な放置プレイみたいな感じなんですけど、そういうのでこうずっと撮ってきましたね。夜来てもらって朝方起きて寝起きで着替えてもらうだけだったりとか、なんか本当ただその
当たり前にあるその仕草を絵にできないかなと思って、なんか舞踏の人が、うん、無音の時間とか、うん、なんだろう、無音の時間とか動かない時間とかを作って、うんうんうん、それをなんでって言ったら、それをやってる間にその見てる人が最初は何か考えるんだけど、早く動かないかなとか、次何するか、でその次はだんだん退屈になってきて、うん、何も考えない時間が来て、その次は別のことを考え始める、うん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 、でその次はまただんだん焦り始める、うんうんうん、でその考え、何か別のことを考えてただまた戻ってきた時ぐらいを狙ってもう一回突き動くって言ってたよね。でもその思考が別のところに行ったっていうところのがに、なんていうの、その舞台がなんていうのかな、その人の考えていることがだんだんこうそこに集中していって、うん、余計なことか考えない無心の方、そうだね、無心の方だね、うん、っていうやり方をしてるんだけど、うん、それに通じるものがあるんですかね、それ。今すごくいいお話いただいて、多分カメラを前に、写真家なんで写真を撮るときって誰か必ず被写体であればカメラを前にするじゃないですか。今僕もこうカメラを前にするんだけど、じゃあそれを通常の普通のいられるかってなると、カメラの存在だったりその場にいる人たちの空気がそれを忘れさせたりとか何か無になるような感覚がない限り、おそらくどこまでもカメラを越した写真家であったり、カメラの前のモデルさんみたいな感じになっちゃうんですよね。でそれがない状態って多分全く意識のない状態で、例えば写真を撮るという行為でこうカメラを構えて撮ろうと思うと、大概の人はカメラに撮られるんだって意識があるんだけど、カメラに撮られるんだって意識がない人って、もう何だろう、犬が横に来たら別に何だろう、意識なく犬の頭撫でるぐらい、何だろう、もう撮られてるとか撮られてないとかって意識がなくなるんですよね。だからどっちかというと隠し撮りに近いのかな。なんか隠し撮りだとなかなかこう距離の撮り方も難しいので、僕とカメラが一体化するのも含めっていうのかな、僕がただ横にいるだけで、ただこうやってカシャッカシャッて来てるだけなんですけど、 無っていうのかな、無の意識というか、うん、それは、まあ、気配になるようなことをしたか、撮りたかったというか、その気配を映すことによって、うん、その先に何を見出そうとしてるんですか。多分自分が見たいというのか、なんて言うんだろう、気配を映し出すことによって何を見たいか、そうだな、気配、単純に僕はなんかそこにある人が何を考えたりとか、そこでこんなこと思ってんじゃないかなっていうのを妄想するのが好きなんですよね。例えばこう話をしている人が実際違うことを考えてるんだけど会話は成立してる時ってあるじゃないですか。なんか実際こういう話してあなたの話をしてるんだけど全然違う、頭のこっちの方で違うこと考えてるなって、それはなんか空気感に出るっていうか、その周りに出てるような気がしてるんですね、僕の中で。それを気づくっていうか、でそういうのを見たりするのがなんか好きというか、それを感じて勝手に妄想するのが好きなので、もしかしたら自分の妄想だけの世界をそこにある気配に勝手に組み込んで絵にしてるのかもちょっと知れないんですけど、ほとんど自分の中にある脳内のビジュアルだったり
音だったり見える景色だったりするものが、なんだろう、この前にあるテーブルの上に食べ物があります、食べ物があってこう見ています、ただ見ていればただ物質でしかないんだけど、なんだろう、実際それが違う、なんだろう、違う世界に飛んで出会ってそこから来たみたいな勝手ななんかへんてこりんな妄想することなんですね。でその妄想をビジュアル化した時に、例えば今ここに流れてる冷たい空気とか暖かい空気っていうのを勝手に自分がリンクして感じてシャッターを切ってるって感じなのかな。もしかしたらそういうへんてこりんなものなのかもしれないなって今ちょっと聞いてて思った。多分感覚的なものでしかないのかもしれないですけど、自分の中にある積み重なれてきて生きてきたものの中って多分見えない感情っていっぱいあると思うんですよね。こういう世界の中にいたから私はこういう世界の価値観で生きているとか、そうじゃないものがあったらそうじゃないところで生きているとかみたいなのがあるんだけど、なんか僕は勝手に自分の生きてきた以外のものを勝手に自分の中に取り込んで自分の絵にしてしまったりとか自分の作品にしてしまってるっていう感じになって、なんか尻滅裂になっちゃったなこの話してて。撮影場所はどこなんですか？基本はほとんど自分の部屋で撮ることが多くて、6畳一間の部屋のベッドの上でその白い壁の前だけで撮るってことがほとんどですね。まあ16平米ないぐらいの部屋で全部僕作品撮ることが多いので、結構狭い空間というか、ほとんどの作品がスタジオっぽい作品もこういう作品も全部そうなんですけど、ほとんどが6畳一間の中で撮影することが多いです。だから普通の一人暮らしの日常にある中の世界だけで完結していることが多いですね。相手のその子の家じゃなくて自分の家に呼ぶのはなぜでしょう？相手の子に行くうちに行くこともあるんですけど、基本的には同じ場所で違う人を撮り続けることが多い気がしますね。なんだろう、同じ場所同じ空間に人が違って人が違う時間を過ごして、写真を撮ることが多いかな。白バックの白ホリゾントの写真に来てもらって永遠いろんな人を何年も撮影しているのにちょっと近いのかもしれないですけど、場所とかじゃないんですよね。基本全部自分の部屋ですね、ほとんど。まあモデルさん本人自体がうちで撮ってもいいよっていうふうに言ってくれる方がいらっしゃればそこには行くこともありますし、基本はまあうちに来てなんか話があるから話をしたいみたいなことが多かったりするの で彼女たちは別に僕の話をしに来るときになんか撮影もしてもらいたいみたいな感じがあって、じゃあいつものように好きに過ごしてくださいって言って勝手にシャッターを切ってることが多いですよ。空間と時間その中で行われているものをただ刻んでいくっていう淡々とした作業をずっと繰り返している気がします。その作業で何か自分で気づいたこととか発見したことってあるんですか？その作業の中で自分が発見したこと、多分人に近くなれたっていうのかな。勝手な意見なんですけど、その撮影をしていた本人との距離とかその人の人生に勝手に入り込んだような感じになっていくっていう感覚にを手にするというのかな。なんか喋らなくてもその人が考えてることが全てその現場では伝わるような感じっていうのかな。相手が何を考えてるとか相手がその瞬間にこう何かを思ってるみたいなのが勝手に自分の中に入ってきて
分かった気になるっていうか、なんて言ったらいいのかな、すごく感覚的なんですけど、ものすごくこれ快楽に近いと言っていいのかな、うん、人のこと別に支配してるわけじゃないんだけど、勝手に分かった気になってしまうのがより一層すごく近くなるというか、それが例えばこのビジュアルを見せたことによってその本人がどういうふうに感じるかっていうのを、まあ話を聞いたりするんだけど、彼女たちはなんかもう自分じゃないみたいっていう言い方をすることが多いかな、私じゃないっていう言い方をするんですよね。実際はそのままを撮ってるというよりかは長時間録音だったり、うん、エフェクトがかかってるじゃないですか。はい。そこの帰りはどうなどうしたんですか。基本的にはあの時間帯が決まっていて、朝の5時とか6時の日が上がる瞬間帯の時間帯になるべく撮影をするようにしていたんですけど、それはこのカメラ自体の性能自体にシャッター速度のコントロールっていうのはそこまでできなくて、あの15分の1とか8分の1ぐらいのシャッタースピードをキープして撮れるような状態にするっていうのがまず一つだったと。でエフェクトとか、まあ色っていうのは元々のポラロイドの感じってどうしてもそのムラだったりとかシミだったりとか、こういうさっきの偶然性的なものなんですけど、こう切れたりするものっていうのは、これ緑色の部分って塗りつぶしたの？うん、これは元々、ポラムラです。で、まあ元々の原版のポラを見ていただくと色が全然違うんですけど、元々の色としてはこういう感じのめくれ方ですね、元々のポラロイドの質感っていうのは。で、まあ、実際こういう形でめくれてこういう色ムラがあって、まあ期限切れなのでどうしても近くで、ね、あれどこまで入った、わかるんで、やや下振りにしてます。これぐらい、はい、あれ、思ったね、あれ写真がピンボケだからピント合わせて合わせて、そうだね、そうだね角で合わせるしかない、そうだね、このぐらいかな、はい、まあそんな感じ、うん、まあもともとこういうオレンジムラが出て綺麗に色は出ないし、まあノリが古いんでベロってめくれたりするっていうのが先ほど言ったコントロールできない部分で、まあただこのまま取って出しにしちゃうと面白くないので、自分の思う色をその時間に流れて色を作ろうと思って、まあ、ちょっとシアン調だったりマーゼンタ調だったりした色に、まあ、スキャニングで色を戻しているというのかな、まあ、フィルムを作り出す作業みたいな感じですかね。実際ポラロイドでポラロイドを作ろうと思ってちょっと同じ質感のペーパーチョイスして、もうちょっとポラロイドイミテーションで作ってみようかなと思ったりとかして、まあ、こういうのずっとやってたんですけど、まあ、そこに意味があるかどうかって言われるとすごくあれだな、ちょっとやってみたかったんですよね。実際ポラロイドで撮って、うん、原版は原版なので、まあ、フィルムのネガと同じなんでこれはこれでいいんですけど、ただなんかそこに見えるその時に感じた色だったりなんか自分に見える質感だったりとかっていうのは若干出してるかな。だから色補正ぐらいしか知ってないんですけどね、この辺の作品全部。これは今後も続けていくんですか？これは現在進行形の作品？これは基本的には去年展示した段階で一つ一回止めた感じですね。まあもちろん今あの全然
フィルムがあと残り100枚ぐらいしかないのかな、ポラロイドの今持ってるこのフィルム自体が。なのである限りはちょっと撮れれば撮ろうかなとは思うんですけど、まあ、SX-70 のそのポラロイドフィルムがなくなったらまあインポッシブルになっちゃうんで、ちょっとまたちょっと違うものになっちゃうかなと思って、今ある期限切れのフィルムが終わるまでは続けるかなっていうふうに思ってます。うん、展示の予定とか？展示はね、パリでもうすでにちょっとやってしまっていて、次は今のところはまだないですね。ちょっと次はライプツィヒのっていうドイツの方にちょっとベースの場を動かそうかなと思っていて、そこに行ってまたちょっと新しい街を見て、ギャラリーだったりキュレーターだったりとかいう場所に行こうかなとは思ってるんですけど、はい、じゃあ次のなんか作品の予定とかありますか？新しい作品っていうのですか、はい、これでもどっちでも何でも次のプランっていうか、今ちょうどその自分の撮ったフィルムの写真だったり、まあ、10年以上前に撮ったフィルムの写真とか10年前以上の前に撮ったデジタルの写真を、複写するという作業をずっとやっていて、まあ、複写というかもう一度自分の作品を、モニターに映して、そのモニターに映ってるのを撮影している時の気分を思い出してシャッターを切るっていうことをずっとやってるんですけど、複写っていうのは、うん、その作品を、あ、作品っていうかそのプリントを複写してるじゃなくて、もともと、あ、もちろんそれもあるんですけど、パソコン上のモニターのデータ化してあるその過去10年以上前のデータっていうのが山ほどそのハードディスクの中に眠っていて、その作品を、まあ、毎日僕スライドショーにして見てるんですけど、寝る前に。でそのスライドショーにしてるものをその撮影をした時の気分のまんまもう一回撮ろうかなと思って、モニターに向かってカシャ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 ってやる、モニターを撮るの、モニターを撮ってるっていうのをずっとやっていて、それが先ほどのこの動画のやつになっちゃうんだけど、動画じゃない方がいい、うん、いいよ、動画にしてみて、まあ、単純にモニターに向かっていいね君いいよって言いながらずっと撮影を一人でやってるんですけども、本当はどういう意味ですか？パラノイアブレックファーストっていうタイトルをつけていて、もともとそんな言葉はないんですけど、まあ、パラノイアっていうのは妄想症だったり妄想っていう意味があるんですが、僕自身が普段脳内ビジュアルとかその頭の中に浮かんだ妄想を具現化して写真を撮るっていうのをずっと若い頃にやっていて、まあ、トビさんで妄想が主食みたいな生き方してますもんねって言われたので、じゃあなんかちょっとそれっぽいタイトルでそのまま直訳するとなんかあれなので、まあ
妄想を朝食に食べて生きていきますみたいな感じで、パラノイアブレックファーストってちょっと音の響きでちょっとタイトルつけたとこはあるんですけど、じゃあ今後ちょっとその作品を集めて作っていくってことですよね。そうですね、これちょっとまとめるのにまだ1年以上ずっとかかって全く手につかない状態で終わらないので、ある程度までは進めて、まあちょっと本なりダミーブックなりなんか作ってちょっと遊ぼうかなとは思ってるんですけど、そんなことをしております。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。